はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、前回の POSGT1000 コアのサブアウトのお話に引き続きまして、 HX トンプでもご案内したいと思います。何かと言いますとですね、例えば一つの音はミキサーに送る、一つの音は、実機のアンプに送ると、まあこういうことをしたいっていう方からですね、結構お問い合わせをいただく、コメントをいただくことがございましたので、この機にやってみようというものでございます。で、今どうなっているかというと、コアとはあえて逆にしまして、 HX トンプのメインのアウトからはアンプに出ています。で、センド端子からはミキサーに行ってると。あ、こっちこんな感じですね。 HX トンプの画面はこんな感じで、上がメインなんでアンプ行って、下がセンドから出てるという感じでございます。で、今これボリュームペダルで消してるんですけど、一緒に鳴らすとこんな感じです。これ右と左両方から出てます。両方が緑色になってますよね。で、例えばこれメインから出したらどうなるのか。これメインの音です。で、センドから出すとどうなるのか。だいたい同じぐらいの、数値で鳴らしています。両方ともフーワットですね。で、メインからの方はマーシャルの、リターン出しをしておりますので、フーワットのプリアンプを、ブロックを使っております。で、センドからの分はアンプキャビを使っております。今までのこのスタジオ編を見ていただいた方なら、ああなるほどと思っていただけると思いますが、モニターには LINE で送っておりますので、もちろん何でしょう、プリアンプ、パワーアンプ、キャビネット、これがございません。もう家で作った音がそのまま流れます。なので、ここのセンドからの端子にはアンプキャビを使っております。で、上はマーシャルのパワーアンプとキャビネットを使いますんで、プリアンプだけでここは使っております。この設定を変えちゃうと、この考え方を変えちゃうと、音が全くわけわからんことになりますんで、お気をつけください。はい、非常に HX トンプは使って思いましたけど、楽です。わかりやすいって言えばいいかな、わかりやすいですね。 DSP の関係で置ける置けないがあるのでね、そこはやっぱりコアが強いんですけど、こうやっぱりわかりやすさで言うと、もう圧倒的にわかりやすいですね、 HX トンプは。いいと思います。それともう一個、この HX トンプでこういうセンドアウトするときの大事なことがあります。それは何かっていうと、パワーアンプに挿す場合、このアウトプットレベルってあるじゃないですか。これ例えば、こっちにしといて、アンプから出る場合、これの、アウトプットレベルをインストにするよりも、ラインにする。の方が、パワーアンプ本来の力を使えるというか、まあ、正しいレベルで送り出せるので、ここはラインにしておいた方がいいかなと思います。はい。これだけご注意ください。はい。もう HX トンプに関してはね、結構使ってきたので、何かとお答えできることはあると思いますので、もし何かご不明点などございましたら、ぜひ、ご連絡いただければと思います。HX トンプはね、この図解がね、図がこれもうわかりやすい。上はアウトだよ、下はセンドだよ、っていうね。ここでレベルも決めれるよ、みたいなね、感じなんで。モノにしちゃうなんだろう。ステレオで使うときですかね。はい、という感じでございます。はい、今回の動画は以上です。また何かございましたらご連絡ください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。